はい、こんにちは。動画集客チャンネルの坂井です、えー。2024年2月17日になりました。えー、ということで、ライブをお送りしていきたいと思うんですが、ちょっとです、ね、調子が悪くて、えー、新しいライブを再スタートさせてきました。大丈夫ですかねはい、すいません。ね。えー、ちょっとゆっくり喋りながら、まあちょっとあの、ついてきてない人もいるので、ゆっくり喋りながら、 あの進めていきたいいなと思います、はい、よろしくお願いいたみま, <laughs>、はいね、ません、ご迷惑をおかけして。はい、さ今回はですねあの、また改めて動画を作ろうかなと思うんですが、えー、下に流れているこの文字のように再利用されたコンテンツについて、えー、ちょっと一緒に改めて認識していければなと思います。はい よろししくお願いいたします、ね、結構ですね、最近、収益化停止っていうのが相次いでまして、あのそれで、何ていうんですかね、まあ、収益停止になるとか、収益化審査に通らないっていう方が結構増えてきているんですよね。はい、で、えー、その原因として多いのが、再利用されたコンテンツっていうのが結構多くて、でここが、ね、結構ネックになるんかなと思っているんですよね。うん なのであの、この再利用されたコンテンツについて、改めて考えていければなと思うのであの、まず皆さんに、再利用されたコンテンツって、ざっくり言うとどういうものだと思います YouTube, ?YouTube の,あの収益化できないよっていう動画のジャンルの中に、再利用されたコンテンツとか、繰り返しの多いコンテンツっていうのがあるんですけど、再利用されたコンテンツってどんなんでしょうちょっとコメントいただけると嬉しいかなと思います。<laughs> はい。ね。できればね、これは参加、参加というか、皆さんもライブに参加して、一緒に勉強していければなと思います。そうですね、鹿児島ラーメン TV さん。そう、切り抜きね。そうそうそう。まあ、それも一つですよね。うんうんうん。よいしょ。ちょっと怖いんですよね。今ね、さっきカメラ移動したらね、あの映像が途切れてしまって。 そうね。ゆっくり系。ゆっくり系はね、そうですね。再利用されたコンテンツ。まあ、それも、なりますね。サムネに使ったネット上の画像 <laughs>。まあ、要するに他人の <laughs>、焼き直し。ああ、そうですね。そうですね。ラインの、そうそう,う。LINE のライブがね、ちょっとね、そうだそうだ。違うんですね。ちょっと待ってくださいね。 そうだ、ちょっと LINE に、LINE もちょっとおかなちょっと待っていただいていいですかちょっとね、LINE、イン送りますわ。すいません。本日のやちょっとちょ、こちらから。あら、ああ、もう、ちょっとお待ちくださいね。<laughs> ねなんで、質問とかあったらね、ぜひね、ちょこちょこ書き込んでもらえればなと思います。OK。えー、っとね、本日。 よいしょ。どうしようお。これでいいかな。はい。ちょっとね、今、LINE 送りました。すいません。合ってるかな。はいはいはい。多分、そうなんですよね。ちょっとさっきね、さあ、スタートだと思ってね、カメラ位置調整した途端にね、カメラの接続が切れちゃって。 はい止まっちゃったんで、もうできなくて、うんともすんとも言わなかったので、ちょっとこちらにしました。はいよろしくお願いします。おう、70人も来てくれて、うん <coughs> はい <coughs>。そうですね。再利用されたコンテンツっていうのは、まあ、大体まあそういったね、なんでしょう。まあ、他人の動画使っちゃいけませんよとか、一回昔使ったことあるね、要するに YouTube 上にある動画、 とかサムネイルから取ってきちゃいけませんよっていうものだと思ってる人多いんですよね。で、今回は実はそうじゃないんだよっていうことをちょっとね、伝えていければなと思います。えっとね。えー、っと、先日2月11日だから、1週間ぐらい前かに、えっと、こんなね、ツイッターがあったんですよ。ちょっとお待ちください。これか。はい。 こ,うかなはいね、これ自己防小部屋の人っていうやつなんですけどもこれあのあれですトゥーランドチャンネルっていう何、えー、でしょうお都市伝説系のチャンネルがあるんですよねはいでそのチャンネルの切り抜きチャンネルっていうものがあるんですねどうしようそれも見せた方が早いですよねちょっとお待ちくださいねよいしょこれ はい。トゥーランド Vlog っていうのがあって、まあ、それ突然設系のチャンネルで、そのトゥーランドの小部屋っていう、ここに書いてありますね。このチャンネルはトゥーランド Vlog の公式切り抜きチャンネルですって書いてある。まあ、こういう、この、こういうチャンネルがあるんですよね。で、これは、あのー、こう、おっとね、公式って書いてあるように、このトゥーランド Vlog の中の人が、あの、運営してるんですよ。要するに他人、他人、要するにファンとか、全くの他人がやってるわけじゃなくて、あの、一応運営者がやっていると。 いうチャンネルですね結構これ多いと思うんですよ。こういうのって、あのー。自分のチャンネルを自分で切り抜きにするっていうパターン多いと思うんですよね。<laughs> で、それが実は収益停止になったと。旧暦の新年を迎えた、だから2月10日ですかね。今から1週間前に、あのー、収益が無効になったと。で、理由が、まあ、ちょっとちっちゃいんですけど見れるかな。よ、よ、よ、これ。<laughs> 再利用されたコンテンツという他人の動画をパクったらダメっていう理由みたいです。 公式運営なので、もちろん東洋ではありません。えー、心優しき、えー、トゥラ、トラ中、トラ中の皆さん、力おかしくない。まあ、トゥーランドのファンのことをトゥラ中って呼んでるんだと思うんですけども、まあ、やり方としては、えー、まあ、こんな感じで。あの、動画から、えー、YouTube に問い合わせをしてくださいと。要するに、視聴者の人の力で、いや、トゥーランドの小部屋は、そういった、なんしょう、なんだろう。 あのー、再利用されたコンテンツとか他人の動画をパクったもんじゃないですよっていうふうに言ってくださいと。で、その理由に、トゥーランドの小部屋チャンネルへ行く、右上の点々をタップ、ヘルプとフィードバックで一番下のフィードバック送信をタップして、えー、その中に公式に運営されているチャンネルなんで再利用されたコンテンツではありません。的なことを入力送信アイコンをタップって書いてあります。ね。こういうふうにすると、あのー、YouTube が収益化停止を戻してくれるっていうところ、 であの皆さんでやってるわけなんですけども、これ、えー、全く検討外れです。こんなんで戻りません。はいうん、これでは戻りません。なんで戻らないんでしょうか僕一人で喋、ね、るのダメなんで、学校の授業と一緒で先生が一方的に喋るのダメなんで、うん、なんで、この自己ボーンのチャンネル、これでは戻らないのはなんででしょうか、うん、すみません、ちょっとね。 寒いから喉をやられてまして、ね、さあなんででしょうねえー、トゥーランドの小部屋というチャンネルがあまあまあ出しといた方がいいかえーえー、っとこうかうん小部屋っていうチャンネルが、まあ、収益化停止になりましたと、はい、でえー、まあ この人が言うには、再利用されたコンテンツっていう他人をパクったらだめっていう理由みたいですと、公式上なんで、もちろん登用ではありません。えー、みんなで、な、え、ん、ー、でしょう。ね。やってくださいと。ね。<laughs> お実装野郎、ニッシーさん、メインチャンネルと同じ動画アップしてるからですかとか、えー、アルベルチャンネル、レントのパパさん、投稿済みの動画の二次利用だからとか、えー、再利用でもオリジナリティが低い。 おおなるほどね。えずらさん、チャンネルを分けたからでしょうか。おおなるほどね。はい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 。さすがですね。この4名の方。大体ね、いいとこついてます。まあ、実は答え1個じゃないんですよ。実は2つか3つぐらいあって、ちょっとそれもね、一緒にやんなきゃいけないなっていうのが、まず勘違,勘違いというか、この自己坊さん、この小部屋の運営者さんが、まあ、ちょっと違うなってあの勘違いしてらっしゃるのは、まず1つ目は、 再利用されたコンテンツという他人の動画をパクったらダメっていう理由みたいですっていうのは、これがね違うんですよ。他人の動画をパクったらダメっていうのは、これは著作権侵害なので、再利用されたコンテンツはまた別なんですよね。うん、うんねで、再利用されたコンテンツっていうのは、要するに、えー、他人の、何でしょうね。まあ、著作権侵害は置いといて、そうそうそう、あのー、何でしょう。 ここに関してはアルベルチャンネルさんが一つ正解かなと、投稿済みの動画の二次利用だからっていう、これも一緒で、要するに、他人の動画を、それも後で説明します。なので、まず一つは、自分の動画であっても、ちゃんと使わないと、自分の動画であっても再利用されたコンテンツになります。 他人の動画をパクるイコール再利用されたコンテンツって思われるんですけど、えー、例えば下にね、えー、ここか。公式運営なんでもちろん東用ではありませんって言うんですけど、これは公式運営であっても、えー、再利用されたコンテンツ。要するに自分の動画であっても過去のものを繰り返し使ったらダメになります。はい。で、まずここ一つね、はい。っていうのが理由です。で、もう一つが <laughs>、えー、え もう一つはなんだっけな、これね僕リツイートしたんですよね。そこを見るとね、あった。えー、よいしょよいしょ。もう一つは、視聴よくね、あの収益化停止になりました。みんなで協力して YouTube 運営に僕のチャンネルは健全だよって言いましょうっていうあの運動をやってる人いるじゃないですか。ね、あれ意味ないです。意味ないです。はい。あの特に再利用されたコンテンツとか何でしょう。 うーん例えばね、えーまあ、基本的にですけど、こういう収益化、収益化できてるチャンネルが収益化停止になったってことは、YouTube が、まあ、もちろん誤作,誤作動っていうか、そういうのもあるよ、ありますけど、基本的に今のチャンネルの状態を見て、怪しいなと思っていて、収益化停止になるんですよ。なので、他の人らの、う他の人らが収益化停止じゃありませんよって、全員で言ったところで意味ないんですよ。 何かしら問題があるから止まってるから、で、YouTube の勘違いだと思うんだったら、僕の動画でやってる、えー、再審査請求っていうのをやればいいんですよ。うん。なので、視聴者からの力を借りて収益が戻るっていうのは、これ完全な勘違いです。はい。なので、えー、やるだけ無駄だし、逆に言うと、なんていうんですかね。例えば、この、 トゥーランドの小部屋さんがみんなでやりましょうって300とか400通っていうものが YouTube にこんなん来たらこれってスパ,ムなスパム扱いされるかもしれないですよね。うんだって再利用されたコンテンツですって YouTube 言っててで確かに、まあ、このトゥーランドの小部屋の場合は、えー、何でしょう一回上げたこう要するに公式の動画であっても何回もその単純に切り抜いただけでは再利用されたコンテンツに引っかかるんですよね実は。で,で言ってて YouTube はそれなはずなのに 見当違いなその理由、要するに公式運営だからパクっていませんっていう理由を自分の視聴者が300人も400人も送り続けていったら、これってスパムだし、逆に意味、全く意味ないんですよね。うん、だからまずはこの、皆さんも収益化審査通らなかったり、収益化停止になった場合に理由が来るんですよ。 再利用されたコンテンツです、繰り返しのなんとかのコンテンツです。で、その理由をしっかり把握しておかなきゃいけなくて、で、今回のこのトゥーランドの小部屋さんの場合は、再利用されたコンテンツイコール、他人の動画をパクるって思い込んでいるからこそ、これが解決しないんですよね。うん、で、ここに書いてあるように、うんあの、公式運営と言ってますが、公式、非公式に関係なく、別のコンテンツをほぼそのまま使用したら、再利用されたコンテンツに引っかかると思ってください。 うん、で実際に、このトゥーランドの小部屋さん、後とでまあ見てもいいんで、でも,も、見てもらってもいいんですけども、あのー、本チャンネルに上がっている、まあ、要するに公式の切りンけから別チャンネルやるんですよね、トゥーランドの Vlog が。そこに上がっているものをより短く分かりやすく再編集してるだけなんですけども、ね、ここに書いてあります。実際にチャンネル見るとメインチャンネルやライブや動画を切りんでいるだけなので、これが原因だと思います。で、切り抜きチャンネルよくやってる人いますけど、 あの、チャンネルを見ると公式動画をほぼその,そのままつなげたっていうパターン多いです。だから、例えば、今ここにね、あのー、高間原さん、チャンネルさんがね、ホリエモンの切り抜きで3ヶ月収益化停止になったって書いてありますが、例えばホリエモンさんとか、あとは、まあ僕よく見てるのは、あの、岡田俊夫さんっていうオタキングさんの切り抜きとか見てるんですけども、じゃあ、本チャンネルを使いました。で、そこに、じゃテロップを追加しました。BGM を追加しました。で、よくあるのが、 背景をおー、まあ、グリーンバックで切り抜いて別の背景入れましたとか、あとは、例えばこの、そのままの部屋を、ちょっと、そのままの動画をちょっとちっちゃくして、なんか、デザインを変えましたとか、あとは動画の速度を見やすいように倍速にしましたとか、ちょっと編集しました。これは、新しい価値を追加したことにならないので、これで切り抜きを作っても、収益化停止になります。収益が通らないです。え、今通ったとしても、いつ止まるかわかんないです、これは。 切り抜き動画っていうことだから皆さんは元動画をパクって繋げる、パクっていうか元動画を元につなげるってことを思ってるかもしれませんけど、これ違うんですよ。切り抜き動画っていう、まあ、日本語特有の言葉で皆さんが勘違いしてるんですよね。うん。えっと、本当の意味の切り抜き、あの、収益化、切り抜き動画っていうのは、まあ、本来どういうものかっていうと、例えばですね、僕が 鹿児島ラーメンナビ TV 入江さん。まあ、よくチャンネル知ってるから、まあ、ラーメン紹介してるチャンネルなんですけど、僕がそれを紹介するときに、鹿児島ラーメンナビ TV さんの入江さんから、動画をもらえませんかってもらいます。許可を取って。で、これを紹介していいですかって紹介したときに、例えばね、こう画面に出してきて、はい、こんにちは、酒井です。で、今回は、あの、僕が好きなチャンネルを紹介しようと思います。こちらなんです。ドンって出てきて、入江さんの、例えば画面、あのー、 チャンネルがこんな風に出てくると。画面の半分に入江さんの動画、お借りした動画を見せると。ね。見せる。で、見せたときに、まあ、僕が例えば小窓でこういうとこに喋ってて、要するに入江さんの動画をそのまま使わずに映像だけ使って自分は喋ってる。まあ、この編集うまいですよねって。要するに入江さんの元のラーメン動画っていうのを使いながら僕がそこに解説を付け加えてるっていう新しい価値を追加するとか、こういったものが切り抜き動画なんですよ。本来の。あの、あ、 何て言うんですかね、収益化できる切り抜き動画なんですよ、これが。で、収益化できない切り抜き動画っていうのが、要するに他人のコンテンツをそのまま使って繋げただけっていうのが切り抜き動画ですよ。ただ、収益化できない再利用されたコンテンツに引っかかる切り抜き動画ってことになります。はい、ここまで理解いただけましたかね。はい。なので、ここに書いてあるように、公式の使用動画は6割くらいまでにして、残り4割。まあ、これもいいですけど、もう半分くらいは自分で作る。要するに、 自分の新しい自分の動画が入れないと新しい価値が生まれないっていうことにしていかないと今後切り抜き動画で収益化するのは難しいですねでねえー、っと鹿児島ラーメンちょっとねいろいろコメント読んでいきたいと思います僕も再利用でもちゃんと編集してハイライト動画を作ったんで収益入ってますそうなんですよちなみにですねさっき言った あの、入江さんの動画を僕が使った場合、どうなるかっていうと、僕の動画使あの、入江さんの動画を僕で使われているよっていう、あの、案内というか、お知らせが入江さんのチャンネルに届きます。皆さんの YouTube スタジオの著作権っていう項目があって、そこにあなたの動画使われてますよっていうのがあるんですよ。で、そこにきっと僕の動画集客チャンネルさんの最近のこの動画の中で、あなたの動画が何分何秒から何分何秒まで使われてますよって表示が出てきます、通知が。で、 それを入江さんがあこれ俺、許可してないやつだと思ったら消すように言えるし、ね、でもこれ許可してるやつだと思ったらあ見逃すというか通報しないということもできるんですよ。ね、だからこういうのが許可がいらないという話になるんですよね、うんはーいえー。カプさん、最近都市伝説系のチャンネルで総集編が流行っていますが、これも再利用されたコンテンツになり得ますかなります、はいあのー。15分とか20分の都市伝説系を合わせて1時間半とかにしてるじゃないですか。あれ、 あもうそのうち絶対当てはまります、はいあのー。1本作ったからいくつじゃなくて、チャンネル全体の割合として、えー、そういうのが目立ってきたらやっぱり目立ち一1本作ったらダメとかじゃなくて、あまりにもこのチャンネルって再利用されたものが多いな、要するに他の動画と、あの自分の動画でも何回も焼き直したものが多いなっていうものを見て判断するので、何ですかね、例えば今なら30本オリジナルを使って、 2、えー、本総集編なら全然いいんですけど、これが続いていくと、300本になると総集編が20本とかに増えてくるじゃないですか、やっぱり。こうなってきたときに、この20本の総集編が再利用されたコンテンツっていうものに当たって、収益化停止っていうのは十分考えられます。うん。あ、なんか、チャンネル全体なんですよね。はい。おこれ実はね、あのー、パチナウリークさん、あのー、僕の動画にもコメントいただいたんですけども、 あの、先日は、このね、今、スパチャありがとうございます。これ、コメントでもスパチャいただいたんですけども、4年間頑張ってきたチャンネルがいきなり集客として受けたんですよ。でも、僕がですね、どれやろうちょっと待ってね。この前、以前に作った、よいしょ。あとね、これこれ。えー、っとね、よいしょ。画面共有。これ。 これですね。この日本の動画。ああ、ちょっと消しとこうか。消しとこうかじゃないやけど。はい。この収益化復活再審査請求動画作成マニュアルとこれで解決収益化停止復活ってこの日本の動画を3ヶ月前に作ったんですよね。うん。で、最低回数2000回ぐらいなんですけど、うん。これって要するに収益化停止になってばにどうしたらいいかが全部この動画に詰まってて。 で、えー、最近、この1ヶ月ぐらい、この再生数がちょっと上がってて、まあ、主役化弟子になってるんだろうなと思って、ちょうどいつもこのパチナウリークさん、僕のチャンネルよく、ほぼ毎回ライブ参加してくれる方でコメントくれてるんですけど、実はね、主役化弟子になってたんですよ、パチナウリークさん。で、ショックだったけど、僕のこの動画を参考にして再審査請求を行ったら、8時間で収益化戻ったと。ね。もう本当にこういう時やっぱ嬉しいですよね。でまあ、こういったコメントいただいてるんですけど、ありがとうございます。またね、なんかあったらいつでも、あの、僕の動画見てほしいなと。 思いますね英語を話せるようになりたい奈良丹さん。あくまで引用程度にとどめておけるくらい何か味付けが必要みたいな。そうなんですよ。だから他人、他人というか別の動画を持ってくるのはいいんだけど、それをそのまま使う、つなげただけじゃなくて、それの、まあ、引用と一緒ですよね、本当にこの奈良丹さんが言ってるように。うん、ね白澤さんみたいな動画が本来の切り抜きの定義とてイメージで、そうですね、まあ、白澤さん見てない人も多いと思うんですけどね。<laughs> はい、はい まさにそうですね。<laughs> マックンさん、自分のライブ配信の動画を、まあ、ブリューでようやく動画作成して同じチャンネルにショートで上げていますが再利用されたコンテンツに当てはまりますかうんあんまりにもショートが増えてきたら僕は当てはまるんじゃないかなと思うんですよね。これって何が何があのポイントになるか実は分からないんですよね。うんで 例えば、厳密には例えば、その、再利用されたコンテンツの再生時間が何時間以上になった以上とかって、多分なんかあるんでしょうね。あるけど僕はそれわからないし、ね。で、あのー、なので、基本的に、その、自分の過去の動画をメインで使うようなやり方っていうのは、僕はあんまりお勧めしないかなと思います。だから、本編をそのままショートにするっていうのは、例えばですよ。例えば、 本編の動画はなんかペラペラペラって喋ってるじゃないですか。そこによく流行っている音楽を乗せてダンスにするみたいに、全く別物に作り変えるとかなら、ありがなと思うかなだから、や、そう、今ね、この鈴木、えー、元勝さんが自分の動画の焼き直しが再生されたコンテンツに該当するのは驚きです。うん、そうなんですよね。うん、だから、まあ、元勝さん、こう、あの、お芝居の人なんですけども、結局、 何ですかね結局昔の作ったドラマをそのまま使っちゃダメよってことなんですよね。だから総集編なんか絶対ダメです。あの、テレビでやってる。あ、だから1本とか2本ならいいんですけど、それが当たり前のように動画を上げていくと YouTube からもこれさえ利用されたコンテンツ多くねってなっちゃうんですよ、うん。YouTube の AI も優秀なので、皆さんが作った動画がオリジナルなのか、過去にここから持ってきた動画なのかってもう全部わかってます。 僕結構いろんなチャンネルの,その登録者、今50万とか100万とかのチャンネルもこっそり裏でコンサルしたりするんですけども、もやっぱね、切り抜きとかですげえパクられてて、YouTube スタジオの著作権を見るとものすごい量パクられてるんですよ。で毎回僕それを、なんでしょう,こう、著作権侵害してると削除したりとか、あの間に弁護士入れたりしていろいろやってたりもするんですけどもね。ね高か原チャンネルさん、実はこの方ね、先々週ぐらいにホリエモンチャンネルの収益化が停止したよっていうので相談を受けて、まあ その、じゃ、こ、僕もチャンネル見てみて、こうした方がいいよって言ったらね、だいたい2日ぐらいでね、収益化停止戻ったので。ね。収益化停止だと、坂井さんに聞いた方がいいよと。私も聞いて、収益化停止解除になりました。2日で解除しました。そうなんですよ。ポイントが分かればね、収益化停止って解除できるんですよね。Google ストレートなどのアストリートかな違うな。Google ストレートってなんだろう。不思議編なんかも絵面が同じなんで、AI が誤認するかもしれないですね。ちょっとせんすすこれが僕分からない。拾った方がいいけど、ごめんなさい。<laughs> ブタクサチャンネルさん。あの最新撮影機の動画は分かりやすかったですね。ありがとうございます。はい。なので、収益化停止ぜひね、あの、なんでしょう。うわ、収益化停止になったっていう時に驚かないように、この2つの動画をね、ぜひね、見といてください。あのー、いつ来るか分からないので、ね。はい。鹿児島ラーメンナビさん。Google ストリートでした。うん、そうですね。うん。確かにそうなんですよ。だから、そういうのをまずね、勘違いしちゃいけないなと思います。で、 あそうですね。男の SF プラモデル工作部さん。岡田俊夫さんが、岡田俊夫さんってオタキングさんっていう、まあそう結構いろいろ造形が深い結構知識人のね。まあ僕らみたいな40代だと BS 漫画やわに出てくる太ったおじさんだと、ね、だと知ってると思うんですけど、岡田俊夫さんが過去動画の前後に短めの解説をつけて再投稿するのはセーフなんですね。うん、そうですね。しかもあれって多分、ニコニコ動画に上がってたやつじゃないですかね。あ、過去動画もあると思うんですけど、岡田さんって確か有料で、 あの、ニコニコ動画に動画を上げてるんですよ。で、ニコニコ動画で長、にはお金もらってるからフルの動画を上げてて、そのうちの2時間とか喋ったものの30分とかを切り抜いて動画に上げてるんで、そもそもニコニコと YouTube で違うとこなので、全然大丈夫だし、たとえ YouTube に上げてる過去の動画を合わせたものに関しても、少しならいいんですよね。そうなんですよ。だから、その、まあ、今は、その、その、なんでしょう。切り抜いた動画の、 割合が少なくても、これから続けていくうちに、切り抜いた動画の再生数がものすごい上がったとしたら、やっぱ切り抜き動画を受けるじゃないですか。で、続けていったときに YouTube が結局これって再利用されたコンテンツだよねってなったときに、やっぱり収益化弟子になる恐れがあるんですよね。<laughs> そうですね。こんばんは、お疲れ様です。ショートも動画も一時情報が大事ですね。動画を作るときに一時情報を意識しています。そうなんですよ。あの、一時情報何かっていうとお、まあ自分の経験とか、自, <laughs> 自分が出した、 情報なんですよ。で、二次情報って何かっていうと、本に書いてありましたとか、あの、誰かが言ってましたとか、他人が言ったことだったんですね。で、二次情報っておそらく再利用されたコンテンツであれば、自分が過去にやったもの、もう既に出ているものってのを連れてくるっていうのも、これ、二次情報なので、やっぱり常に一次情報、新しいものっていうのをやっていかなきゃいけないので、なんかね、やっぱりね、切り抜き動画イコール、結構ネットで切り抜き動画の作り方、収益化と調べると、ものすごい簡単にできるよって言ってるけど、それはね、結構難しいと思います。 うん、あの僕が面白いなと思う、あのーまあ、切り抜き動画でこれはあのー、い,いいなと思っているのがあって、あのー、今僕、まあ、僕の最近 YouTube に出てきたのが広島県に秋,田秋高田市っていうのがあって、そこのお、ちょっと待ってくださいね。市長かな。あったあったあった。そこにいる、 広島にいる、この、まあ、見た人もいるんじゃないかなと思うんですけどね。この、石丸市長さんという人がいて。まあ、この人が今めちゃくちゃなんか YouTube で伸びてるんですよね。あの、なんだろう。まあ要するに、あの市議会議員と市長さんとのお話なんですけど、市議会議員がもうあまりにもこう、なんでしょうね。聞くに耐えないようなことばっかり言うので、石丸この市長さんがすごいバッタバッタと、あの、切り切っていくんですけども、そうそう。 あのアモアスチャンネルさんね、そう市長と新聞社の戦いですなあるんですけど、これで普通のみんな、ただただ、で、これ,のこれをみんな収益化しているのは、基本的にそのこの石丸市長って、やっぱネットにもちゃんとこれからやっていこうってことだから、市議会の中継っていうのを。 YouTube で配信してるんですよね。で、別にこれは、広島、秋田方、市に限ったことじゃなくて、実は、日本全国、ほとんどの自治体、自治体って、市議会の様子って YouTube に配信してたりとか、その、市のホームページが見れるようになっているんですよ。で、僕らみたいな YouTuber はそれをダウ,、まあ、ダウンロードして使ってるんですけども、基本的にこれが、 なんでしょうね。許可得てないと思うんですよ。自由にやっていいとは言ってないけど、多分石丸市長も、あのー、まあ、これで市のことを知ってもらえるんだったらいいよで自由に使っていいよって言ってるんだと思うんですけども、あまりにも編集がひどくて、石丸市長のイメージを損なうとか、事実をねじ曲げたような編集をするとおそらく、あのー、なんでしょう。訴えられると思うんですけども、まあ、それをうまくちゃんとね、やっているんですけども、この中で、まあ、チャンネル名はちょっと忘れたんですけども、その、なんでしょう。 市議会の様子を喋っているんですよ。市議会の様子をつなげてるんですけども、その、その、なんですかね、15分の動画があったら、3分ぐらい、その、流しては、間にね、自分でね、レビューというか解説を入れてるんですよ。まあ僕みたいに、こう、顔出しじゃないけど、あの、VTuber の自動音声なんですけども、 あのー、まあ、今回は石丸市長と何々の様子をお送りします。で、これまでのあらすじみたいなのを喋って、ではご覧くださいっていうので流して、もちろん画面もそのままじゃなくて、ちゃんと情報を入れたりテロップを入れたりってもう新しい価値を追加してるんですよね。うん。で、3分ぐらい喋ったらまた入っていかがでしたでしょうかっていうのを喋って、まあなかなかこういうところってこうですよねっていう、要するにその3分間のライブ配信の様子で分からなかったところとかを結構自分で補足して、じゃ次はこれご覧くださいみたいな感じで、その、 コンテンツをちゃんとナレーターが紹介してるんですよね。で、これはおそらく、あの、再利用されたコンテンツっていうのは引っかかっていかないんじゃないかな。新しい価値を追加して分かりやすく紹介してるので。うん。いいなと思いますね。なので、うん、やっぱり再利用されたコンテンツ使うんだったら、半分ぐらいまでかな。残り半分はなんかこう、ナレーション入れるとか、なんかしないと、そのうち止まると思います。 止まってもおかしくない、だから止まるとは言えないけど、いつ止まってもおかしくないので。<laughs> カプさん、ショート動画でメインの長尺動画の切り抜きを作成して、関連動画タグから長尺に誘導するのは収益停止の原因になり合いますでしょうかまあ別にこんなことではならないけど、この長尺動画の切り抜きを作成してショートで作るっていうところが、あのー、危ないというか、なんか再利用されたコンテンツに引っかかるんじゃないかな。まあ、その動画の中で、この、 YouTube の中でリンクを行ったり来たりさせるのはそこまで問題にはならないかなとは思います。はい。ですね。なんで、この切り抜き動画とかに関して質問あれば、ぜひね、あの送ってください。だから、再利用されたコンテンツっていうのは他人の動画をパクってきたらダメってわけじゃなくて、それも著作権侵害なので、どういう考え方かっていうと、YouTube 上にある動画、まあ、自分の他人の問わず、まあ、を何も 大した価値をつけずに、あのー、再編集しただけでは再利用されたコンテンツになるよってことです。はいで、その、なんでしょう。その再編集っていうものに関しても、えー、ここですね。うん、まあ。テロップを追加するとか、BGM-SE を追加するとか、背景を変更するとか、 画面デザインを変更するとか、移動速度の変更するみ、動画速度の変更するとか、これぐらいでは、あの、再編集になりません。切り抜きになりません。うん。切り抜きイコール、他人の動画を切って、切り抜いて、つなげるだけって思ってると、収益化停止になります。うん。他人の動画を許可をもらって、使わせてもらって、自分で新しい価値を追加するっていう感じですね。うん。 ですね、そこを結構、まあ、勘違いというか何でしょう正しく認識していない人がいるままで切り抜きをやっている人はいるのでちょっとね気をつけた方がいいかなと思いますうんという感じでね今日はまあそれをとりあえず伝えたいなと思ったので <laughs> まあそんな感じですかね今日はねこれが伝えられたから かったですはい、収益化停止、他にもまあまあ、でもそうですね、だから切り抜きチャンネルとか、過去の動画を自分の動画で紹介してるとか、なんでしょう、うーん、まあ、だから長尺動画を使ってショートを作ることもやってる人も、あのー、ちょっと危ないかなと、だからショートはショートで、新しく僕は作った方がいいかなと思いますよね。<laughs> なんか僕の感覚だと、長尺動画を切り抜いて、ショートで運営してる人って多分あんまり伸びてなくて、なんかそれ、まあもしかしたらですね、僕の、僕の完全に思う、あれですけど、オリジナルじゃなくて再利用されたって分かっているから、あんまりインプレッション上がっていかないのかな、なんて思ってて、そこから、ね、オリジナルで動画の、オリジナルの、なんていうんですかね、動画、オリジナルの、ショート用に動画を作った人って、 着実に伸びてるんですよ。でも、本編切り抜いただけを、とりあえずでショート作ってる人って、あんまり伸びてなくて、うん、なんですよね。なんでかなと思って、まあ、単純にその、あ、これ本編の切り抜きだよねって思われてて、視聴者が見てないだけかなのかなと思いますけどね。うん、なんで、ショートはショートでちゃんとオリジナル作った方がいいと思いますね。な、もしくは、本編でこんなこと言ってましたけど、実は違いますとかっていう風に、その動画を作って、 ショートでいじるみたいな。うん。なので、ちゃんとショートはショートでし、新素材を撮影した方が、あの、安全やと思います。<laughs> はい。コメントきました。検算ビデオさん。今あるけど、昔の機能ですが、クリップなんて死んだ機能ののが YouTube にありました。ありましたね。はい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 。 ありりままししたありました、あのー、ライブ配信とか1回上げた動画の間を抜くとかテロップつけるとかモザイクかけるみたいなやつがあったんですけどまあまあ,あの不具合が多かったのであ本編を切り抜いてナレーション変えるのはうんでも映像がまるっきり一緒なのでなんか新しい価値は必要でしょうねうーん。 まあ本編切り抜いて映像変えるのもいいんですけども、結局それって、なんですかね、ナレーション変わっただけで新しい価値をあるかどうかでまあ判断するのは YouTube なんですけども、あんまりかなうん、なんかこれだけだとやっぱりちょっと弱いんですよね。オリジナリティがないというか、多分入江さんも気づいてると思うんですよ。これってあんまりオリジナリティない、取り上げて作っただけかなっていう、その、 本編をこういうふうにショートにしたら、これ絶対面白いみたいな、その視聴者ファーストで考えたときに意味があるのかっていうことなんですよ。で、僕は多分ないんじゃないかなと思ってて、うん、<coughs> ね、えー、自分で撮影した動画を長尺でアップした後に、元の撮影動画から全く新しいショートとして作ってアップするのは問題ないと聞きましたが、どうですか、うん、そうですね、そうですね、はいはいはい。 いいと思います。それは大丈夫やと思います。もしそれで再利用されたコンテンツって引っかかっても、あの、僕の最新作請求動画を見せて、いや、ここは別の動画をきちんと使ってますよっていうのはありかなと思います。あの、大丈夫だと思います。ね。テーマ違いかもしれませんが、繰り返しの多いコンテンツの要因がよくわかりません。あもうこれはゆっくり実況みたいに、機械音声を使ったり、大量生産していないかっていうところですね。だから、引っかかるのは、まあ、ゆっくり実況とか、ズンダモンみたいに機械音声を使っているとか、 なんでしょうねよく子供とかで、なんか、地域動画、あの、知識の地に育てる動画とかで、なんか赤い車はどれだろうって言って、ずっと画面に車がブワーって流れてくやつがあるんですよ。で、赤いのがあると子供が赤だと思うんですけど、これってまあ子供は楽しいんですけども、YouTube 的にはただただ車が前後に移動してるだけだろうとか、いうことかもしれないし、あとは、例えば30秒とかの動画をずっとつなげていくとか、 あとは、まあ、なんだろ、う映像がほとんど変わり映えしないみたいに、もつ何て言うんですかね。手、手早く作ってんだろって思われるようなのが、あの、さり、あの、繰り返しの多いコンテンツに当てはまります。うん、だから僕、チャット GP、チャ AI とかもこれにだんだん引っかかってくるんかなと思うんですよね。今、YouTube の方でも、こういった AI で作ったものを、あの、判別するみたいな判断も進んでるみたいなことを聞いたので。ね。はい <laughs>。 こんばんは。マイクラのスキン屋さん。先日、1000人4000時間達成し、収益化シーズン取りました。おめでとうございます。4000時間は1本の動画がバズり早々達成しましたが、登録者が達成しないペースだったんで、ショート動画で無理やり登録1000人突破させました。はい。無理やり収益化としたチャンネルなんで、これから構築していかないといけないです。おめでとうございます。ね。あの、マイクラのスキン屋さんはね、あの、実はもう一つか二つぐらいチャンネル持ってて、そっちはね、登録者何十万人で成功してるので、今、他の やつもやろうって言ってね、今やってたので、ちゃんとね、その、元チャンネルのノウハウとかね、これから YouTube やってたノウハウというのは生きて、今、収益化したし、まあ、ここからちゃんと構築していかないとって言ってるので、まあ、きっとね、うまくいくなと思います。さあ、男の SF プラモデル工作部さん、本編の切り抜きで作ったショートは伸びないけど、ショート用に作った動画は伸びる。は、まさに私そうです。うん、そうですね。そうなんですよ。だから、ショートならやっぱ、ショ、やっぱ、えっと、 いくらでも長くていいっていう16対9の横長動画と1分しかダメだよっていう縦長動画では表現できるものって違うんですよね。うん、なのに単純に横のものを縦用に編集してテロップ入れるっていうのは、あーとね、全然いいんですけど、まあ、面白くないですよね。全然そのショートのメリットというか、ショートの強みを活かしてないじゃないですか。うん だからそうですね、だからちゃんとしてる人、やっぱりショート用に作ってますよね、伸びてる人って。うんね T さん、再利用されたコンテンツで収益停止された場合、次の収益化審査まで再利用の疑いのある動画はすべて削除した方がいいでしょうか。そうですね、はい。再利用されたコンテンツって向こうから来て、僕の動画見てもらえばいいんですけども、自分に心当たりがあるんだったら削除して、再申請ですね、すればいいです。 あ鹿児島ラーメンで番宣程度、うん、そうですね、番宣程度でも僕はあの、入江さんなりが顔を出して、ショートでわーって喋って、インサートを入れていった方がいいかなと思うんですよね、だからちゃんとショート用に入江さんも顔を出して喋った方がいいと思いますけどね。<laughs> 総集編は視聴者さんが後から一気に見顔をつことができて、便利なようにと思って作成していますが、再生リストにまとめる方がいいでしょうか。うん、そうんそですね その視聴者さんが後で一気に見返すとかいうのは、うんまあまあ、それもあるんですけども、じゃあ、再利用されたコンテンツに引っかからないように、それやってねってことだから、じゃあ、動画の最後に、一気見したい方は、こちらの再生リースト見てくださいねって誘導すればいいことじゃないですか。なので、まあね、<laughs> そこかなと思いますね。過去動画をまとめて動画にしてますが、2回目でさ収録しているので、再利用、再度利用するときはカメラアングル変えた方が安全でしょうか。まあ、そうですね。 音一緒でカメラアングル変えるんだったらカメラアングル変えれば、でも音が一緒っていうのが僕ちょっと引っかかるなと思います。わあでもそれは大丈夫か。うん。いや、難しいなどうでしょうね。なんか1カメで撮ったものを動画で流して、じゃあ大量、再利用っていうか2本目作るときに2カメの映像も織り交ぜながら使うとかその2、2カメ撮ってたから片方だけしか使わないみたいな使い方は、 大丈夫と思いますけどね、ただ音源が一緒になっちゃいますよね、きっと2回目で撮影してるから。そこがどうなるかですよね。うん。<coughs> うん。お久しぶりです。サンシャインチャンネル、おお、ご無沙汰しております。旅動画で10日分、10回分の動画をダイジェスト版で作り直すと、元動画一緒なんで、そういうのもよくないんでしょうか。あー、まあま いいんですけど、なんかあまりにもそういうのをボン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 作っていっちゃったりとかすると、あの、危ないかなと思う。まあ、だから、あの、ライブの最初でも言ってますけど、たまにならいいんですよね。ただ、それがあまりにも状態化してしまって、チャンネルの動画のかなりの再生回数とか、視聴再生時間とか、 あのコンテンツを取ってしまうと僕は危険なんじゃないかなと思いますし一応今回のライブを聞いたので皆さんの動画がもし再利用されたコンテンツで止まってしまった場合はああれだっていうふうにピンときて消して再申請した方がいいなと思います、はいまあ、今回の動画を見て皆さんも何がまずいかなっていうのはなんとなく分かってもらえたと思うし自分のチャンネルだとあもしかしたらあれ引っか,かかるかもなって思うと思うんですよ。で 今別になかったら別に消さなくてもいいので、もしいざ、なんだろう、そういう判断基準が変わることもあるので、今来てないんだったら別に、その、そのままでも僕はいいかなと思うんですよ。で、明らかに何でしょうね。これは絶対止まるわと思ってるんだったらもう消しちゃった方がいいですよ。でも、これたまに総集編作るぐらいならいいかなと思ってるんだったら僕はそのままでもいいかなと思って、いざ再利用されたコンテンツで収益化停止になった時に、それを消していけば問題ないはずなんですよ。だから大事なのは、 その何でしょうね、さっきのこの、ああ、間違えた。えっと、こっちか。このまあ自己防観とかみたいに、この何でしょう、他人の動画を再利用されたコンテンツイコール他人の動画をパクったらだめっていうふうに勘違いせずに、再利用されたコンテンツの本質って何だろうっていうのをしっかり理解しておくと、いざ、その再利用されたコンテンツですとか、繰り返しの多いコンテンツですとか、 何でしょうねアダルトです、暴力ですとか、なりすましですとかってなったときに、あっきっとこれなんだって思い当たって、すぐそこを修正できて、短期間で収益戻せるじゃないですか。なんで、ちゃんと知っておくってことが大事だと思うんですよ、知識を。なんで、今回のライブ見てくださった方は、きっとね、何が良くて、何がダメかっていうのが分かったと思うので、ぜひですね、今後の動画作りをちょっと。 あ、これじゃだめだなってことで修正してもいいし、あのー、まあ、いい動画をこれから作るヒントになればいいなと思います。はい。ね、YouTube 自身も AI を活用するということを公式が少し前に発表していましたが、切り抜きの対応生産や AI 動画が爆,爆発的に増えそうな気がします。基本的に顔出しする実写チャンネル以外、淘汰されていくのでしょうか。うん。えっとね、ゆっくり実況とか僕、正直危ないなと思いますね。 何、うん、て言うんですかね、文化としては全然いいんですけども、あなんでしょう、YouTube のシステム的に日本だけじゃないので、その世界的に入れるとゆっくり実況って作ってる人って実はあんまりいないんですよね。日本だけの文化だったりするので。となると、なんだ、その日本だけ特別よってするわけにはいかないし、難しいので、<laughs> 僕はだからゆっくり実況するん。 難しいですよね。だから、ニコニコ動画とかでやって、そっちで会員を取ってやった方がいいかなと思うんですよね。今は、それできますけど、そのうち YouTube 厳しくなると、僕は、結構、なんでしょう。ゆっくり実況とか、ズンダモンみたいに、機械音声を使ったものって危ないんじゃないかなと思いますね。うん、実際に、あの、なんでしょう。まあ、それに、今からゆっくりとか、ズンダモンとか、そういう機械音席始めるのいいんですけど、やっぱ何せライバルが多いので、 今からその、例えば僕みたいに10年近く YouTube 経験してるものもいるんだったら大丈夫ですけど、その YouTube1 年生とか、まだ一つもチャンネルを成功させてない人とか、僕は登録者5万人まで行って大体 YouTube のノウハウを知ってるっていう人じゃが、いきなりその、ゆっくりとかに入っていくと、やっぱりちょっとね、何だろう、足りない、勝てないと思います。うん。やっぱりそのゆっくりとかズンダムみたいな機械、音声系の人らってやっぱりすごいノウハウを持ってるし、 <laughs> あるので。ですね。ね。おー、ご無沙汰しております。南さん。付け動画のポイントは別に既存の動画をショートで上げています。良くないんですか見る側になって考えても、ポイントが上かがるの画面がアップになるところが便利だと思ってましたが、すごく反響がいいんですがダメなんですね。いいと思ってましたね。困りました。いや、そういう風に、だから僕のライブしっかり見てください。はいはいはい。だから、それ用に作ればいいんですよ。うん。 すげ動画のポイント別に既存の動画をショートに上げています。よくないんですかうん。いや、見やすくていいと思うんですよね。だったらショート用に作ったらどうですかって感じですね。元の動画から抜いていくからユーチューブ別に収益化ができない、収益化ができないだけなんで、動画は上げることできるんですよ。ね。そこ皆さん勘違いしてください。違反じゃないです。 あの、再利用されたコンテンツとか、えー、繰り返しの多いコンテンツは、YouTube のガイドラインには入ってないです。収益化ポリシーに入ってるだけです。だから投稿するのはいいけど、それが原因で収益化できなくなるようあることなので、南さんが別に収益化なんか関係ないわって言うんだったら、全然いいです、やって。ただ、収益化をしていきたいなって言うんであれば、それように新しい動画を撮ればいいだけの話です。要するに、まあ、言い方悪いけど、楽をするなってことですよ、皆さん。うん。 楽をするな僕も多分今ショートを作るんだったら本編なんかこのライブのところ抜き出せとは言うけど1分に抜き出すのってめっちゃ難しいのでもう自分で台本作って喋った方が早いですよね、うん。ですね。という感じです。だから、えっと、結構何回も言うんですけども。 あの、YouTube のガイドラインと収益化ポリシーで別々の、似てるところはあるけど別々のものなんですよ。で、アダルト動画ダメよっていうのは両方に入ってます。要するに、エッチな動画ダメよっていうのは YouTube には上げてもダメだし、そんな曲げた収益化できないよっていうものなんですけども、再利用されたコンテンツとか、繰り返しの多いコンテンツの YouTube に上げるのは問題ないよって。 うん、ただ、そういった、まあ、楽をするとか、他人の動画を使うとか、なんか、あんまり視聴者に価値がないものを上げると、広告はつかないよってだけです。はい。ここは、あの、本当にちゃんと理解してください。はい。ね、未来予測さん。私は新聞関係の動画を作っているんですが、引用をしっかりやっています。著作権が心配です。引用しっかりやってる。ああまあ、だから許可を取るか、引用の範囲ならって感じですね。ブタクサチャンネルさんね。えー、対処法知っていくの大事ですね。そうなんですよ。 <laughs> だ僕の動画見とくのもいいですし、まあ、YouTube で自発的にいろんなものを見とくのもいいですね。ちなみに、えー、ちょっと待ちください、えー。あったあった。えっと、さっきの要するに、何だろう他、他の人というか言っていた、自分のチャンネルもダメよっていうのは YouTube 公式のここにも書いてありますね。えー 再利用されたコンテンツとは独自の解説や教育的な価値を十分に付加せずに他人のコンテンツを再利用しているチャンネルを指しますと。ね。で、このポリシーはアドセンスプログラムポリシーって書いてあるので、アドセンス、要するに YouTube の収益を預かる分野ですよね。そこでのところが抜粋してますと。ね。 このポリシーはチャンネル全体に適用されます。つまり YouTube のガイドラインに違反する動画が数多くある場合、チャンネル全体で収益化が無効になる可能性がありますっていうところで、えぇ、ー、<coughs> まあ、この辺り見とくといいですよ。<laughs> この辺り見とくといいですよってあれですよね。あのー、ちょっと待っください。後でこのリンクをね、ライブに、ライブの説明欄に貼っておきますので、どこだろう貼っておきます。 なんで、ライブ終わったらね、このライブの再放送の説明欄をね、見てください。どれだろうはい。で、あのー、そこにこ、こう、ちょっと待ってね。あれ <laughs> ちょっと待ってくださいね。あ、あったあったあった。他社のコンテンツを流。 流用し、最小限の変更、要するにテロップとか音楽とか、簡単にできる変更を加えただけで独自の作品であると主張することは、その再利用されたコンテンツに違反します。同じことは、元のクリエイターから許可を得ている場合にも当てはまりますって書いてあるので、許可を得ている、得てないにも関わらず、自分が作った動画、動画じゃないに関わらず、パクったパクったで関係なく、ネット上でも既にある動画を簡単な手を加えただけで、新しい動画ですよって言ってはダメですってことですね。 書いてあります。再利用されたコンテンツは YouTube における著作権違反に対する措置からは切り離されています。つまり、コンテンツが著作権侵害ですっていう申し立てを受けてない場合でも、チャンネルがコンテンツ再利用ガイドラインの違反となる可能性がありますって言ってます。だからこれ自分の動画を使ってるるとなりますよってことだし、なんでしょう。YouTube の AI で、その、動画パクったねって分かるようになってるんですよ。あなたこの動画使ってるって分かるけど、そこに引っかかってなくても当てはまるよってことです。うん。 うん、まさにこれですよね。お気に入り番組の一部を切り取った複数のクリップを編集でまとめただけで説明がほとんどないが全くないそうですよね。ホリエモンチャンネルの動画の一部を切り取ったあ何十カットもの動画を編集でまとめただけで説明がほとんどない。要するに、喋ってることをテロップで入れるって説明じゃないんですよ、うん。音楽入れるのも説明じゃないし、何も変わってないです。視聴者が短い方が見やすいとは言うけど、それは視聴者の 利便性なので、さっき言ったように、ああ、それ視聴者が便利になるよね、それは YouTube のガイドライン違反にはなっていないよ、でも収益化ポリシーには違反になってるから収益化止めるねってことです。はいこんだけ言えば皆さん、なんとなく理解してもらったと思うんですよね。自分の撮影した長尺動画を切り抜いて、エフェクトつけてショート動画にするには再利用されたコンテンツになりますかどう思いますか、おはしさん。 ぜひですね、この前の動画で散々言ってきてるので、そこだと、おやすさん的にはどう、まあ、自分の撮影した長尺動画をっていうのはどういうものか分かってないんですよ、僕が。だから、これだけだと、あ,あ、いいですよ、ダメですよって言えないけど、エフェクトにもよりますよね。その画面がいくつも割れるとか、僕が何人にも分身するとか。それが、新しい価値になるのはそのエフェクトに価値を視聴、 YouTube が感じているか、視聴者が感じているかどうかなんですよね。だから、これだけだと、あまりにもちょっとね、こう概要ざっくりしすぎてて、ちょっとわからないですよね、はい。今まで投稿した動画を削除してもう一度や、もう一度やって投稿するのもありですか、うん、どういうことですかねもう一度やるっていうのがちょっとわかんないですね。今まで投稿した動画を削除して、もう一度やって投稿するのもありですかまあまあ、どうでしょう。まあ、要するに、一旦リセットして、もう一回自分で再。 上げてない状態でもう一回上げ直すっていうのは全然いいと思いますよショートに関しては収益化は望まないんですがって、ね、さっき南さん言ってましたね、えー、シノメックスさん50分くらいのフル動画を上げて伸びなかったっていう理由でメインの部分だけをショート動画に編集して上げたら再利用されたコンテンツになりますか <laughs> どう思いますか、はい、まず 自分だとなるかならないかをちょっと書いてもらうと助かります。はい。まあ、僕、これだけの文章で見ると、な、再利用されたコンテンツにはなります。なる、なると思います。だって、新しい価値を何も追加してないじゃないですか。はい。要するに、メインの部分だけを編集してるだけだから。なりますし、 えとさっき何回も言うけど、1本、2本なら全然問題はないかなと思うけど、そういうのを何百本も上げると you、YouTube もこんなもん再利用されたもんばっかじゃねえかってなって止まります。止まるていうか、止まるんじゃないかなと思います。ね、<laughs> 漫画やアニメの解説、時事問題などのチャンネルはしっかり解説つければ収益化できるかもしれないけど、著作権で刺される可能性は別問題ということですか。<laughs> そうですね。だからあの、<laughs> うん、そうですね。 例えばですよ。まあ、ダメあ、ダメではないけど、まあな、そうですね。著作権ありますよね。漫画アニメの解説とかはね。だから、なんか、ワンピース解説とか、あの、ワンピースの考察とか、なんか、いろんな人気漫画の考察あるじゃないですか。あれも相当著作権に触れないように頑張って作ってますよね。はい。ということでですね、今回は、あの、 あれです再利用されたコンテンツについて、ちょっと深掘りしていきました。今回ので、きっとその再利用されたコンテンツとか、まあ、要するに自分の過去の動画を買うっていうことが、再利用されたコンテンツ、そうなんですよ。なんていうんですかね。えー、さ過去の動画を使うと、もう名,名目上はそれ再利用されたコンテンツになるじゃないですか。再利用してるんだから。 で再利用っていうのが価値を追加してないんだからさっき言ったように過去に上げた動画っていうのを、まあ、ショートでも別に普通の動画でもいいんですけどもそこで、えー、そのまんま使うとかテロップ追加するだけとかだったら再利用されたコンテンツに当てはまってもおかしくはないし、えー、どっかのタイミングで YouTube からあ再利用されたコンテンツだよね収益化停止するねっていうことがなってもおかしくはないと思います。だからうん 必ずなるとは限らないけど、あの規定上とかル、ルール上、そのチェックポイントだけで言うと、もうそれって再利用されたコンテンツなんですよ。うん。ね。なので、ショートはショートで作った方が、だって、ショートはショートで見てる人いるので、えっと、ショートだけの人とか動画だけの人もいるんですよ。両方の人が動画とショート見てるわけじゃないので、うん。<laughs> ね。あ、アタコのグータライフさん。ね。あのー、 以前ね、ちょっと相談会来てくださった方ですね。だショートはショートでねあの、だって動画が横長でいくらでもいいっていうのと、縦長で1分しか使えないっていうショートでやっぱり違うじゃないですか。ね。そこを、やっぱり楽しちゃだめです。楽しちゃだめです。<laughs> ショートはショートでちゃんとショート用に作った方がいいですよ。で、過去の動画作るのもいいけど、 じゃあ、そこになんか自分でちゃんと新しい価値を入れないといけないです。新しい価値っていうのはテロップとか音楽を追加するとか、エフェクトとかも関係ないかなと思いますよね。猫みーも将来的に危険ですかああ、もう全然危険だと思いますよ。みんなが使ってるじゃないですか。ね。お、シナモイクさん、えー。気をつけて今後もアップいたします。そうですね。 伸びなんかまあついついそのシノメックスさんみたいに、長尺の50分動画の中を切り抜いて、ショート用に上げるっていうのは、まあ、全然よくあることやと思うんですよね。うん、<laughs> でもあの、今回紹介したような、これですよね。お気に入りの番組の一部を切り取った、まあ、要するにこれ自分の動画でもそうです。要するに50分の動画の一部を切り取った複数のクリップ。まあ、要するに、な、え、ん、ー、だろう。 50分の中のここ、ここ、ここ、ここみたいに10か所、20箇所ぐらいを何秒かずつ切り取った複数のクリップをまとめただけっていうのは収益が許可されないっていう、されにくいっていことですね,、うんうん、ね。2チャンネルの反応集を投稿しており、現在再利用されたコンテンツが原因で収益が剥奪されております。まあまあ、されるんじゃないかなとは思いますね。 チャンネル見てないんですけどね。あ、ビビのワンピース反応集か。どんなやろうちょっと見ましょうか。はいはい。ちょっと待ってね。あった。おー、素晴らしい。あー、なるほどね。はいはいはい。おー。 あまあ、どうでしょう。えっと、これって何でしょううん。再利用されたコンテンツ。これって、ビビのワンピース反応集さんって再利用されたコンテンツが原因だけですか他にも繰り返しが多いコンテンツとか、いろいろってないですかあの、基本的に YouTube って、収益が止まった理由をいくつも言う時があって、再利用されたコンテンツかな な多分ですけど、その、インサートで使ってるワンピースのキャラクターの絵を他にも使ってるんじゃないかなとかいうところでしょうね。まあやっぱりもうゆっくり実況って、あゆっくり解説とか、機械音声使うとやっぱり引っかかりやすいんですよ。うん。これ人間の声でやった方がまだマシだと思いますね。はい。ねえ、パチナウリクさん。 今は拡散されやすいショートで登録を募った後、最近可能になったショートの関連動画にコミュニティから長尺に誘導するのがいいパターンだと感じます。おお、ありがとうございます。素晴らしい情報ですね。ああ、そうだね。そ、それね、僕ありやと思います。特にパチンコとか、なんか娯楽エンタメ系は僕、ショートで登録者増やしてから、あの、相性がいいショートに、あ動画に流すっていうのは僕、すごい有効やと思います。ビジネス系やってるんですけどね、ビジネス系って結構ね、これ辛いんですよね。 その結構弁護士さんとかあのなんの、ちゃんとしたショート作ると思うとすごい時間かかってて、普通に動画しゃべるよりも実はすごいめんどくさいんですよ。でしかも、お例えばショ普通の動画、15分の動画を編集するのも1万円とか8千円で、ショート動画1分作るのに5千円とか6千円という場合ぐらい単価上がってるので。うーんね <laughs> えー、さあ、続いてはこちら。僕は理系チャンネルを運営していますが、論文の概要みたいなイメージでショートを活用しています。概要だけ読めば何が問題点、どういう事件が生まれたか分かるようになっています。ああ、いいと思いますよ。うん,うん、うん、いいと思いますねの。伸びる動画を置いといて、この視点はすごくいいと思いますね。 ワンピースの考察系でスタッフの書き起こしっていう注意書きで本誌のワンシーンを活用するのはグレーな気がするんですが、あれは見逃されてるだけでしょうか、うん、まあそうでしょうね、収益者もあまりにも多くてチェックしてないだけで、あ,のあれって、なんでしょう、僕らみたいな第三者が著作権違反ですよって言ったところで意味なくて、結局から収益者とか、東映アニメとかが、とか管理会社が僕の著作権ですって言わなきゃいけないので、もう,あんもう見逃してる感じですね。はい ビビのワンピース反応集。反応集投稿していて、再利用されたコンテンツで収益化剥奪されました。あ、他にじゃあ理由ないってことですね。自分の動画は再利用しておりません。しかし、他のチャンネルは同じスレをまとめているので、それが再利用だと、わー、まあそうですね。多分同じこと喋ってるんじゃないかなと思うんですよ。機械音声で、まあ要するにこれって2チャンネルとかいろいろネットにある、反応集っていうのはネットにある掲示板を拾い上げて、こう、機械音声で読ませてるっていうか紹介してるっていうパターンが多いので、多分それですね。 だから、Vivi ビビのワンピース反応出産が止まるんだったら、他のチャンネルもおそらく止まる、遅から早から止まるんじゃないかなとは思っていますし、それが原因だとしたら、もうこのチャンネル全部だめなんだろうなと思います。うん。だからちょ、ちょっと、やっぱり機械音声っていうところがすごくね、やっぱネックなんですよね。<laughs> という感じですね。わお、もう10時5分ですね。まあ、特に質問がなければ。 これで終わろうかなと思います。まあ、お困りの方はですね、あの、2月にオンライン相談会を、あと2名ぐらい枠あるんかな。あの、1時間1万円で相談を受けてるので、まあ、お困りの方はね、相談いただければなと思います。収益化停止の相談から、あの、どうやったらチャンネル伸びるかなっていう相談とかまで。結構、2月はね、7人、10人まで枠設けて、今ね、8人ぐらいかな、終わったので、一応毎月5人とか、余裕見て5人とか何人かで、あの、なんでしょう。 えー、受け付けているので、本当に伸ばしたいなっていう人はやってほしいなっていうのと、あとは、うん、まあもう終わりなので、ちょっとね、あの、ちょっと、ちょっと告知をさせてもらえたらと思うんですけども、あのー、最近僕が監修した、YouTube のオンラインアカデミーが、はいはい、はい、スタートしたんですね。国内最大級のプラットフォームみたいな。ね。あの、要するにオンラインアカデミーなんですよ。で、僕が、 プロデューサーってわけじゃなくて、僕は、えー、プロデューサーとか,か管理者、校長先生みたいな人は別にいて、僕はそこにあるノウハウの監修っていうのをしただけなの、したので、ね。あのー、まあ、企画の作り方とかサムネどうなのかっていうのを客観的に分析してくれます。なので、ぜひですね、まあ、ちょっと、あのー、このライブのリンクも貼ったるので、ぜひね、そっちも見てもらえたらなと思います。結構、あの、ビジネスっていうよりは、エンタメ系の、あの、 ビジネスっていうよりは、とにかく登録者再生数を伸ばして、広告収益を増やしたいっていう人向けです。だから、ビジネスにつなげたいっていう人よりは、とにかく数字を増やしたいっていう人向けに、あの、ノウハウがあります。で、これって、登録者50万、50万、100万とかの人らが、当たり前のように使っているノウハウをここで公開しているので、あの、まあ、よくもこれだけ公開できたな、みたいな感じがあるので、まあ、あとはそれをね、皆さんが有効活用するだけなので、ぜひですね、あの、 もうここから伸ばしたいっていう方はやってみてはいかがでしょうか。まあ大体月額2万から、あの段階があってね、2万、3万、6万があります。これが高いと思ってる人は多分ね、伸びないんですよ。まあ別にこれ別にね、僕が押し付けて売ってるわけじゃなくて、もう先日ツイッターとかで僕ね、投稿したんですけども、よいしょ。ねえ。ちょっとお待ちください、ね。いいねえ。 あの皆さんが伸びない理由って何かっていうと、えっとね、あ僕の終わってるわ、ちょっと待って、これ終わっちゃったやつ、ちょっと,ょっと消すわ。<laughs> えっとね、ちょっと待ってね。ちょっと待って。あったこれ、1万円以下ではもう差つきませんって僕言ってます。<laughs> 例えば、 YouTube 伸ばしたくて、ネットとか SNS を無料で調べるとか、専門家の僕とか、まあ YouTube マスター D さんとか他の人の YouTube 無料で見るとか、あとは LINE とかメルマガネで無料で登録してなんか特典受け取るとか、本を買うとか、オンラインサロン入るとかって、何とかしよう。要するに1万円以下。まあ2000円から5000円ですよね。これほとんど変わんないっす。はい。はっきり言います。変わんないっす。 なんでかっていうとおもうこれこれぐらいで得られる知識ってもう差がないんですよ。うん、であとは例えばもう本人のモチベーションとかあとめちゃくちゃセンスがいいとかものすごい頭いいとかっていう個人差によってはネットで調べるだけで伸びる人もいるけどまあまあ皆さんが普通の人だとして、まあ、知識量もそれなりにそれなりだともう極端なバカじゃないし極端な天才じゃなくてもうみんな普通だとしたら正直これぐらいでは差はつきません。 の YouTube の基本が身について終わりなだけです。で、ここから伸ばそうと思うと、結局、例えば、なんだろう、僕みたいにコンサル受けるとか、一僕1時間1万とか3万で相談会してるんで、お金を払ってちゃんと受けるとかっていうことまでしないと、差をつけようと思うとですよね。そうなんですよだから実際、皆さんが今、無料とか1万以内でずっとやってきて、伸びてないんだったら、もう皆さんって、その金額では伸びないんですよ、ね。あれですよ、1人で勉強しても伸びないから、もう塾行きましょうと一緒です。 はい。家で勉強します。お母さんがドリルとか参考書買ってくれました。でも全然成績上がりません。じゃあもう家庭教師つけましょうっていう世界なんですよね。うん。もう勉強とか、とスポーツも一緒です。ね。もう、なんだろう。うんーとー、 まあスポーツで言うと、まあみんなで行けるような効率の安い学校の野球部ではうまくならないから、私立とかのものすごい入学金が高いとこ行くと、俺はもうプロになれるとか、甲子園行けるとかと一緒で、やっぱり伸ばすためにはお金ってかかるんですよね。うんうん、もちろんかからない人もいます。天才とか、コツコツ努力できて、めちゃくちゃ頭良くて、ものすごい時間かける人はできるかもしれませんけど、そういうことなので、まあなので、もう、 どううでしょう、ね、僕、例えば僕だとコンサル、まあ、企業向けなので、まあ、毎月、例えば5万とか10万とかでコンサルしてたりもするんですけど、やっぱりそれぐらいビジネスの場合は、それぐらいかけないと伸びなかったりするし、皆さんの場合だと、やっぱり何か、何かですよね、家でダイエットできなくてジム行く人いるじゃないですか、7000円とか8000円かけて、それと一緒だし、それでも痩せないからパーソナルトレーナーって何十万でかける人もいるのと一緒ですよね。うん、YouTube も一緒です。 無料でやってお金稼ごうとか、無料でやって何かやろうっていうのは相当厳しいかなと思うので、ね。ぜひね、頑張っていただけたらなと思うんで。まあ、こういうオンラインアカデミーもあるし、まあ、一月入ってやめることもできるんで、いっぺん入ってみて、どんなもんかなっていうのをやってみてください。で、やるんだったら、もう、もう、ここのもうツールを使い倒して、もう、もう、骨の髄までしゃぶり尽くすぐらいやって役に立たなかったじゃないと、あの、ダメです。ちゃんと入って、うん、しっかり、あの、やってみてください。ね。 なので、まあ、そこが必要かなと思います。ね佐藤隼さん。相談する場合、こちらの理系知識を組み取った上でアドバイスいただくことも可能ですがまあまあ,あ、基本ブランディングとかメインなので、佐藤さんが何をできるか、まあ、僕自身が理系の知識はめちゃくちゃあるわけじゃないので、佐藤さんが何が得意か、自分の強みっていうのをしっかり教えてもらって、それによって今、市場、市場、 なんか佐藤さんが狙ってるジャンルってどうなってるのかなっていうのを見て、じゃあどういう動画を作ればいけるかなっていうことを話せるので、別に僕は佐藤さんぐらいのその知識にあるわけじゃないので、まあ YouTube から見たら佐藤さんとまあ直接お話しすることで声とか表情とか動画の作り方を見て、どういう形で参入するのがいいんかなだから YouTube の、YouTube っていう舞台、舞台というかお芝居があったとして、まあまあお芝居ごめんなさい、YouTube っていうお店、巨大なデパートがあったとして、 そこに佐藤さんは、どういうお店で出店して、どういう金額で、どういうお店のデザインでやったらいけるのかっていうところを、あの、アドバイスするっていうのは正しいかもしれないですね。うん、ねえ、楽しちゃダメですよね。そうそうなんですよ。7年間ね、ね頑張っていきましょう。 ね、えー、パチナウリークさんも、えー、鈴木さんも頑張っていきましょう。というわけで、えー、10時12分になりましたので、今回の YouTube ライブ終わりたいなと思います。また再来週あたりに何か動画作れたらなとは思います。それでは皆さんまた次の動画ライブでお会いしましょう。ハバナ e スム v ビ e